阪急バス、豊中営業所。阪急バス、豊中営業所は、大阪府豊中市省内西町5丁目にある、阪急バスの営業所である。最寄りの停留所は、肘町、阪急バス本社前で、阪急バスの本社も併設されている。なお、営業所に面する国道176号の交差点名も、阪急バス本社前である。また、鹿島出張所が、 大阪市淀川区、鹿島の鹿島駅近くにあり、東営業所の参加として一体的に運用されている。一般路線は梅田から、北側の大阪市内、北区、淀川区と、豊中市、水田市、美濃市及び、兵庫県甘ヶ市に路線が伸びる。2007年2月1日からは、ピタパ愛イコカに、2016年4月1日からは、交通系。 IC カード全国相互利用サービスに対応している。また、1997年から2012年9月30日までは、スルッと関西の磁気カードにも対応していた。各営業所の中で最も梅田に近いことから、高速道路を経由する有馬急行線や関東、新越から中国、四国地方をカバーする長距離の高速バス路線も、東営業所が管理している。 なお、かつては1970年までは、同名の豊中営業所、熊野田車庫が別に存在したが、現在地とは大きく離れている、豊中市有域級。以下、肘町、阪急バス本社前は、肘町と略して表記する。北は美濃及び、地里中央、南は梅田、西は半球園田、東は江坂までの、大阪府北部の衛生都市へ向けて運行している6つの、 路線の総称49.91系統を除く全系統が本社営業所のある肘町に発着する。万北線のルーツは戦前にまで遡り、前世紀には池田、宝塚などと結ぶ系統も運行していたが、並走する阪急宝塚本線の利便性向上に伴って現在では梅田肘町と夜中間を中心に地里中央。 未能方面に向かう系統で形成されている、個々の系統は1時間に1、2便程度もしくは2時間ごとの、運行と少ないが、複数の系統が重なり合う梅田肘町、豊中間などで、1時間に2から7便程度となる。大阪市内側の起点である、梅田は、もともと阪急百貨店の正面に停留所があったが、現在は、百貨店西側の JR ガード下で上校扱いを、 行っている。豊中市内では他に、千里営業所管轄の豊中市内線があり、豊中千里中央間や、豊中永楽層四丁目間等の一部区間で、重複し、四十九系統では共同運行も、行っている。九系統と十系統は、豊中愛北の経由地違いで、交互に運行される、肘町豊中間は合わせて一時間ごと、 豊中江北は9系統と並行して49系統、10系統と並行して45系統、豊中市内線が運行されている。2000年12月7日のダイヤ改正以後、上津島発着便の一部を阪急園田まで延伸した。梅田側では、豊中、美濃系統と合わせて30分ごととなっており、阪急園田へは1時間もしくは2時間へ1回と、 なり一部過密等での折り返しとなる。2013年7月13日のダイヤ改正より、肘町までの区間便も設定された。2000年12月7日のダイヤ改正から、未納発着便は平日のみとなり、土曜、休日は全便と夜中止まりとなった。63系統は、私立と夜中病院の移転に合わせて、1998年9月に13。 系統の芝原駅を経由する系統して設定された。梅田発着は、おおむね1から2時間に1回で、未納発着は平日のみであり、土休日はすべてと夜中止めとなる。肘町発着は、未納側で1時間ごととするため梅田発着の間に、設定される。2013年7月13日より、梅田未納便が増発されている。急称、空港線。 1997年4月の千里中央、空港系統の廃止により、万北線に編入された。160系統は、大阪国際空港と豊中市内を結ぶ目的で、運行されており、1984年3月に、昼間のみ新大阪まで延長されるようになった。2013年7月13日より新大阪、発着が増発された。この系統は、 大阪国際空港の航空機利用客や新大阪駅の新幹線利用客を中心に外国人客の利用が見込まれるため、車内放送では始発停留所発車時と終点停留所到着前や途中の主要な停留所で A 放送が行われているほか、大阪国際空港行きは行き先表示に航空機をあしらったピクトグラムを行き先表示器に表示して運行している。 発足当初は、水田営業所担当の水田線として運行されて、いたが、1997年の豊中病院線の整備に伴い移管された。豊中病院線、64系統の短縮運行と捉えることもできる。土休日のみの運行。水田営業所担当の頃は、桜塚国名小学校前と夜中、北桜塚桜塚の一方循環運行。 豊中に到着する前の国名小学校前からも、緑地公園駅前方面への乗車画家で、緑地公園駅前方面から乗車した際にも、豊中発車後の北桜塚で校舎画家だったが、移管後は、豊中を奇襲点とする扱いとなり、豊中をまたいで利用することができなくなった。万北線のうち、20番台の系統群は、小本線とも呼ばれる。 梅田から13を経て、JR 東西線の鹿島駅までの区間をメインとする路線。東西線の開業前は、昼間時でも6分ごとで、並行する大阪シティバス、旧大阪市 A バス、以下同じ97号系統。当時は、幹線97号系統を合わせると、待たずに乗れるほどの濃密なダイヤだった。東西線開業後は厳便こそされたものの、 市バスと合わせかなりの数が保たれていた。梅田の乗降場は、坂北線とは異なり、大阪駅北口のノースゲートビルディング1階にある、JR 高速バスターミナル、大阪駅北側バスターミナルに設置されている、2011年5月21日までは、御堂筋北。ターミナルが、西方向への一方通行となっている関係で、ここを出発すると、大淀南一丁目。 何は筋、朝日放送急車奥跡前を経由しており、逆方向が国道176号を直進してくるのとは、経路が大きく異なっている。2009年8月1日のダイヤ改正では、18、系統の梅田、鹿島駅前系統を約120本前後、昼間時7から8分ごとから約100本前後、同10分ごとの80%に限界。 昼間時の梅田阪急塚口系統を西川発着に短縮すなどの再編が行われた。この改正によって西川園阪急塚口まで運行する系統は18系統の鹿島駅前阪急塚口系統のみとなり、本数も1日あたり8往復から土日祝の1往復のみと大幅な減便取った。また、運賃も梅田西川間、または 鹿島駅前阪急塚口間の均一性に変更した。この阪急塚口発着便は、かつては万丹線という路線名で、阪急伊丹まで運行していた。2013年7月13日に、さらに減便され、平日ピルマ、梅田発10の15時台前半は15分ごとに、土休日は12分ごと、梅田発7の19時台、20時台以降は15分以上、とされ、 正月ダイヤ、土休日ダイヤの一部を間引くは、土休日ダイヤに集約された。2017年3月1日より平日土、休日ともピルマは20分ごと、朝晩は15分ごとに減便された。2018年12月1日のダイヤ改正では、19、系統鹿島駅前西川阪神水道前から、阪急塚口は全廃となり、18系統の内鹿島。 駅前西川間は、土休日一本のみ、西川バス停は校舎専用停留所となり、西川、鹿島駅前間は運行しないとなり、メインの梅田13カ島西、鹿島駅前間も、運転手不足と乗客減少という名目で大幅な減便が実施され、平日は、おおむね30から40分間隔、土休日もほぼ40分間隔での運行となり、始発の繰り下げや、 周波数の大幅な繰り上げも実施された。鹿島西には、鹿島出張所、前述があり、道路線運用の大型車が常駐している。なお、大阪シティバスの昼間回数券は道路線でも使用できる。その名の通り、大阪モノレール、柴原駅前にある私立と夜中病院へのアクセスを目的としており、平日ピルマのみ運行される。土休日には、 緑地公園駅前と夜中間のみを運行する坂北線91系統が事実上の代替となる。阪急曽根、曽根駅から西に向かい、大阪国際空港の南側にある原田下水処理場に併設されたクリーンスポーツランドとを結ぶ路線。1998年の同施設のオープンに合わせ、利便性向上のために開設された。 解説当初の本数は1日16往復、1時間あたり1から2本だが、最大で2時間運行がない時間帯もあった。阪急ソネのほか、クリーンスポーツランドでも、阪急伊丹へ向かう伊丹市営バス、23系統に乗り気ができるが、同線の本数は、さほど多くない。1日の乗客が100人以下の典型的な赤字路線で、赤字分は、 豊中市が補填している。2005年度には、運行時間帯の見直しや、阪急バス地震での人件費削減などによって、補助額の削減を行った。その後豊中市議会で、理想、理想西エリアへの乗り入れが議論され、2010年12月11日より、コミュニティバス路線のエコラボバスとして、第二のスタートを切った。 2013年3月31日をもって、エコラボバスの運行を終了し、4月1日より、一般路線、クリーンランド線として再開した、同日より、クリーンスポーツランドは休館となり、停留署名も、クリーンランド前に解消されている。梅木田の開業に伴い、2013年4月24日、開設。阪急梅田駅を奇襲点として1周27分で、 梅田の南北を巡回する。10から20時台に10分ごとに64便を設定でスタート。運賃は100円。小に50円均一で IC カード。阪急スクールパス。学生用定期券。阪急グランドパス65。高齢者用全線定期券。スルッと関西2デ3デイズチケットでの利用も可能な。他、道路線専用の1日乗車券。大人に0 0円。 小人100円、回数券、定期券も設定される。2014年12月1日改正より、平日朝7から9時台までの運行を本格化させるとともに、最終を繰り上げ19時台で運行終了となり、平日57便と休日48便体制としている。一部の車両には沿線に本社を置く毎日放送のマスコットキャラクターであるライ。 4ちゃんのラッピングが施された車両が存在する。多くの鉄道路線が乗り入れる大阪の一大ターミナルである梅田と、水田市の万博記念公園内にあった遊園地、エキスポランドの跡地に開業した複合施設エクスパシティをノンストップで結ぶ路線。2016年6月下旬から7月の土休日と、指定日に阪急観光バスにより運行されていた無料シャトルバスを 常設路線化する形で2016年9月17日に運行を開始した土日祝日限定の運行で1日7往復が設定されているほか正月などの大型連休やセール期間には特別運行も予定されている平日の運行はない特筆すべきは1便につきバス1台で最大60名の定員制が取られていることである 乗車制理券の発行などはなく、先着順であり、定員に達した場合は自便を待つことになる。この定員性がある関係で、本路線では原則として、座席定員の多い車両が使用されている。梅田での乗り場は、阪急梅田駅高架下にある阪急三番街、高速バスターミナル隣に位置する。停留署名は、阪急梅田であり、万北西や鹿島線の、 梅田停留所とは位置も名称も異なっている。なお、本路線の停留所と同じ場所に、梅田地域を循環運転している、コミュニティバス、梅ぐるバスの乗り場もあるが、こちらは、阪急梅田駅を名乗っており、場所は同じながら停留所名に相違が生じている。所要時間は、約40分。2016年12月現在の運賃は、大人片道640円である。 本路線では、運賃支払い時に、はにか隠し定期券、はにか環境定期券制度、ピットオップ登録型割引、スルッと関西2例、3ーチケットはいずれも利用できない。運行開始記念として、2016年9月17日から10月10日までの期間に、交通系 IC カードを利用して、本路線に乗車し、運賃の支払いに使用した IC カードを、 イクスパシティ館内にある端末にタッチすると、イクスパシティ内にある大阪イングリッシュビレッジ併設の CNN カフェで利用可能なコーヒー100円券がもらえるキャンペーンが実施された。梅田と有馬温泉を結ぶ路線で1948年7月15日より運行されている。有馬や西宮市山口地区の住民の大阪方面への通勤路線としての役割も、 果たしている。阪急にとっては、阪急電鉄の前身が、身の終わりまで軌道という名称であったように、有馬ままで電車を通す計画があったが、結局六甲山内の区間を鉄道ではなく、バスによって接続し、梅田と直通した格好になる。当初は一般道を走っていたが、1972年5月より、中国自動車道。 中国池田西宮北 IC を経由するようになり、スピードアップが図られた。1976年8月に中国道の通過区間を宝塚 IC から西宮北 IC にまで伸ばし、新たに急行便を設定した。また、一時期には、高麗橋などを経由する系統も設定していたこともがある。高速道路を経由する路線ながら、分類上は、いわゆる、 高速バスではなく、一般路線として分類されており、公式サイトをはじめとする各種案内上も、高速バス、あ馬急行線では利用できません。というように、必ず、高速バスとは別に表記されている。2013年4月1日より、阪急観光バスとの共同運行になった。阪急バスでは、高速バスに該当する路線を、高速線と総称しており、 すべての路線を豊中営業所が管轄している。各路線の詳細は、路線ごとのページも合わせて参照のこと。いずれの路線も、同業他社との共同運行を行っているが、路線名が統一されていないこともある。以下では、原則として、阪急バスでの故障で表記している。以下の路線では、阪急三番街高速バスターミナルの窓口において、阪急バスに予約。 発見業務が委託されている。中国に意味、三次線は運行会社により停車地が異なるため注意が必要。例として、阪急、美北は阪急梅田。中国は新大阪が奇襲店。古くは東条町、小和市発着だった。2003年以降、全線の運行業務、福岡、鹿児島、長崎の3方面を阪急観光バス。 大阪営業所に移管した。ただし、1989年に同社を分社する前の大阪観光営業所には、ムーンライト号の2代目料が配置されていた。2017年3月31日出発便を持って、阪急バス発の夜行高速バスであった福岡線、ムーンライト号が休止となり、阪急バス系の九州路線は全て運行終了となった。 クリーンスポーツランド線を、徳良、理想西エリアに延伸する形で、稲川公園前まで運行していた、コミュニティバス路線。3年間の実証試験運行という名目上、2010年12月11日より運行されていたが、利用客の増加が見込めないとして、予定通り2013年3月31日をもって運行を終了。翌日より、 クリーンスポーツランド線の運行が再開、同時にスポーツランドの休館に伴い、クリーンランド線に、解消された。1997年の再編前は、梅田発の鹿島線はいずれも17系統であった。なお、大淀南一丁目停留所は、この時期まで、大淀町南一丁目となっていた。上記は、昭和二十、三十年代から1 9 7九年。 五郎の番端線の路線であり、1979年当時には、今陽の里方面への17系統と、総関部前方面への18系統に分かれていた。また、現在の坂部阪神水道前間は、高架道路を経由しなかった、川田経由。現在は道路を分断。時期によっては、梅田、十三神崎橋、西川、伊丹本町、電気試験所前、 伊丹本町から 5.95km、西川から 1.17km などの区間、系統もあった。蒸気路線は2009年8月1日改正によって廃止された。末期は1日8往復、梅田初9時から16時台で1時間ヘッド、梅田阪急塚口間を240円で結んでいた。同改正以降は、鹿島駅前阪急塚口系統に短縮され、 運行回数も土曜、日曜の1往復となり、運賃も区間性から均一性に変更となった。鹿島駅前と阪急岡町、岡町駅を結んでいた路線で、利用者の減少に伴い2014年12月27日に全系統が廃止された。平日ピルマは豊中病院線と共に、私立豊中病院へのアクセスとして、柴原駅まで運行していた。 庄内出張所発着の75系統は、そのうち1往復だけ設定されていた。なお、阪神高速11号池田線の外側を通る、不動15大阪池田線を経由するため、上津島停留所は、坂北線とは別の場所、100メートルほど東側にあった。JR 東西線の開業までは、西淀川区内の宇多島橋を経由して千船橋まで運行されていた。 夏季の千船線を参照。岡町岡島線の前身。JR 東西線の開業と同時に、鹿島以南を廃止し、代わって、鹿島駅へ乗り入れ、岡町岡島線に改称された。この改正では、全体としての本数を15往復から17往復に増便した一方で、夏季の普通、確定便を廃止し、梅田、新大阪、 千里 NT 有馬マの輸送に特化した運行形態となった。この頃は確定便であっても休行などの種別がついていた。前述の北六甲台経由便は7時台にアリマ、北六甲台を出て8時台に梅田機、帰りは18時台に梅田を出て19時台に北六甲台、有馬マに到着しいた。 2005年11月より運行されたリンクプレミアムアウトレットへの買い物客向けのツアーバス、募集型企画旅行、同施設を運営するチェルシージャパンが協賛している。2007年7月からは新規開業した神戸ミタプレミアムアウトレットに向けても運行を開始。2010年7月後により主催者が半球バスから半球観光バスに移管された。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。